たんです。この城前に要は総開き界隈のことで、でここに、千住亭いうのが分かりますかね、この辺の今の森種の会社のあたりぐらいのとこ、ここ3枚目の黄色いそこに千住亭、だからもともと千住亭いうのはここにあって、昭和の12年の時に狭なってここの図書館のとこに移ってくる。で戦時中はこの通りのとこに外国人の捕虜の宿屋があって、でそこから工場へ仕事に行きよったり、そんなんだら今から行きましょう。ただポンプ小屋があって南池の水は汲んできん、それで、でここのね、それでここの出てきた水はここにね、暗渠にしてここ排水しようよ。駐車場の下側手に昔は水路があったんや、ここ小川が、小川があって、で道もあって、これがほら昔の小川、要は北池と南池の水が、要はあほかあの湧き水じゃきんね、要は金子川の水が染み込んで、吹き上がってきよるのがこの辺りね、それが、リーガロイヤルのとこに、ホテルの南側手に大きな池、井戸あるでしょ、あれと、総開きの小学校の前のとこにも昔が大きなあったよ。これから、皆さんから見て左手の方の金子神殿のとこいうのは、要は金子川とかそういうとこからの水が吹き出してくる遊水地、水が、土砂運んできて ね廃湿地は湿地なんで、また田んぼになる。それで王子川いうのはそういう排水河川だった。でここはハーキン、ここで遊水、そこの、図書館の南池残ってるけど北池と2つあってひょうたん池みたいになっとったので、ここはもう暗渠にずっと通しててね、それで今もこの中をずっとあの地下で排水しよう。ここが川だ、川だったかな。おおむね、明治の時にオランダの方の、堤防を築いてくる近代的な工法でもって、山に降った水を早く海へ流し込んだら災害に遭わないっていう、そういうヨーロッパ形式の、やれて連続堤防が築かれるわけ。江戸時代の堤防っていうのは、霞堤って言って、要はねハの字にしてね、こういうねハの字にして隙間から田んぼの中へ水が全部出て行って、要は平均的な深さにするわけ。ほんだら、田んぼのとこだけに 2,3 日水使っとってもすぐ引いたら稲は、また元気に持ってくるきんね。ハーキン、周辺の映画なんかで、江戸時代の、台風が来た時に桑持って、堤防を切りに行くんよ。今度は切るときにの百姓はできるだけ下の方で切ってくれよ。上で切られたら、例えばね堤防ここで切る言うたら、国領側も住の小学校出たところぐらいで切られたら広範囲にバーッとやられろ。できたら、鉄橋ぐらいのとこ、あの城下ぐらいでやってくれたら上の方は助かるけんとか。ほいでね、この川なんかで言うと金子川はこんより丸尾に、こんようになっとろ、丸尾になっとる言うたら、左側手の方は水が石を落としていくんや、要は堆積すんや。ほいで北側手の方が攻撃されるんや。だから、こっちの左側手の方は砂が溜まって、まいたら陸地化されるから、麦でも作ろうかなとか、野菜でも作ろうかなとか、今だったらほうれん草でも巻いとこっかなとか言って、で畑化してくるわけ。ほんで畑化してきたら堤防作って取り込んでこようとする。それが
ここの剣物堤と今の堤防との間の、陸地化してきたという。なんか変なのがあるんですよね。普通で切れとるような。橋渡っちゃったらよくわかるけどね、あの濡れたろ、あれから本当1メーター50ぐらいしか余裕ないんよ。うん、はき新居浜の港の中へ30センチの高さの津波が入ってきて、あれがどん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 狭まってきたら、ここへ来たらもう3メーターとかそれぐらいの、あの水の壁になるんよ。だけど隣に、遮断がないきんね、こうずっと溢れてるんよ。あげもうこれ見よったら津波来たら怖いなぁと。これがね、ここの水路の上が新興橋。こんな綺麗な橋に保ってた。これが、共存共栄と新興橋。ここよう見落としするんよ。おいで。昭和通りっていうのはね、あの昭和橋の付け根からよ。ちょびっとこの間も昭和通りなんです。いや、ほんじゃないと昭和通りに橋3つかけたいって言えんかな。昭和通りよ。ここね、私もここで来たんだけどね、この間知ったんだけどね、ここはね、昭和橋商店街みたいな。あ、ほんと？いうのね、この頃ずっと全部商売人がおったんだけど、商売人おらんなんだ。この祭りにね、太鼓がここ通って、もうあのお花くれ言ってどんどんこう、こうやけん、やっぱ商売とるか賢いな思ったもんね。こう、パン屋さんのお風呂というわけなんだ。昭和橋商店街の初めて聞いた。もう僕も、ああ、昭和橋商店街言うんじゃんかね。というのは、昭和橋商店街のお花は、半屋で代行しますから、取りに来てください、いう紙を半屋さんがうちに持ってきた。昔はそれで、ガラスに貼っとった。今増えとるけど。間違いないと思います。都内かい、鳥庭。うん、カラオケ屋さん、はい。カラオケでもね、日本で一番変わったカラオケでしょ。モーニングに焼肉があるやん。モーニングは何時だっけ？今日はモーニング焼肉だったんです。700円よ。今モーニングじゃないでしょ。これモーニング。コーヒーも違う。これ700円。あとは500円。これからお菓子も。これ三つ一つ。安いね。日本に。お客さん。カラオケ屋で料理。普段は500円。中の。ブラ図書館。はい、ありがとうございました。はい。今度は車気をつけてね。昭和橋。昭和橋はね、大阪の中之島の橋とちょっと雰囲気似とんよ。今はこんなけど、もう一つ前のはね、このとこの橋だけちょっとモダンなの。あ、ここに昭和通りもあるから、昭和。あ、これ、ページ、ページ3ページの写真見て、ページ3ページの親柱でね、ここだけポツンと。モダンな、その当時としてはね。この鉄塔が伸びた時の、なんか、金上がりまで入ってる。昭和6年が建てたんですよ。完成した昭和橋、昭和6年。船で渡る。昭和6年ですか。昭和通りできたの覚えとってよ、昭和6年だけ。ところがね、開通式したのは翌月7月5日じゃきんね。はい、ね、あのこの道はね、で病院前のとこあろ、うん、昔の県道、これは和潮さんがここへ土手築いて、で尾行で、今のリーガーロイヤルとか
住友別市病院のある方を地上げしたんよ。そのためにここへ包み作ってそこへ尾行流し込んだよ。今の旧県道よりも山手の方は地上げしてくる。若宮小学校のとこにね、ブリ石で積んどんじゃん最近、あそこのとこだけはまた尾行でまたかさ上げしてる。小学校作るときに、あ、ちょっと渡って。この鉄道橋のね、これ2キロ、これで港へ行って、で、尾の道から山陽線に乗るんよ。だから星越駅で大阪行きユニバースまで行って、大阪行き買ったら、星越の駅から港まで来て、それで船に乗って、尾の道上がって大阪行く。それが今でいう乗り合い。国鉄と住鉄とが乗り合いして、切符1枚で大阪までとか東京まで帰ったりっていうのは、ここのルート通るよ。これで、こっちの左側手の駐車場のあるあたりが昭和橋駅。あ、駅ですね。はい、次ね。次、道狭なるけん、要はこっちの左の方が昭和バス駅やったね。これで今、ここ建てとるね、これコンクリで突き上げてるけど、元はね、未完全石3つぐらい、30センチ、これ石足したんや。これは、南海地震の時に30センチ地盤沈下したんで、で、塩水がこう、跳ね上がるいうんで、30センチ、ここ石。向こうの方行ったらね、三陰石積んだんや。で、ここらはコンクリで積んでしまってるんで。それで、その向こうにね、川の向こう側手に、コンクリの中に三陰石の橋の取り付けがある。あれが新井橋。新井橋。要は、昔の、今で言うね、内屋のとこから、ずーっと道が来て、ここ行って、総開き行ってた古い道や。うん、そうそうそう、これから言うたらあそこ渡って、今の電電工は今の製造所のとこが昔の電電工事電気製電そこの前側で通って西原のとこ通って口屋へ行って元塚の念仏要は自供者のとこへ行こう。あの道が行った時の橋。それで総開き行く時はの、一宮神社の銅の鳥居がろ、今度できたろ、はい、あそこのとこへ、市役所の方を向いて行くとこにこう三陰石の銅標があるんよ。で左総開きで書いとるき、うん、今度行ったら見て、うん、三陰石の道しるべがある。道しるべ。最後のところ。最後のこれね。表参道。要は左銅のこの間発見銅の鳥作ったろ。あそこへ入っていく角に歩きこれは。ということはね、要は明治の時なんかはもう完全にこの堤防を通って総開き行きよったね。あ、一九神社のとこあろ、うん、一九神社のとこからまっすぐ西向いてきて商工会議所の南通って橋渡ってこの堤防の上通ってずっと行く。まあ、金これから、ドバとかいうこの左側手のあたりが、古い商店街で22年に日夜から将来やっぱり遠浅ですね。港がダメなんでやっぱりこっち側って、総開きの方に、支店員か分店もこっち移すきね。でそれから、住友鉄道も明治26年に鉄道も作るし明治25年には尾道新居浜航路も作る。要は総開きが鉄道と船とで精錬所も来るし要は
商業的なとか交通とか生産とかの拠点を完全に総開きに持ってくるわけ。それで口屋のとこはあの今は深いけどね、昔はもう砂地やけん小さな天満線であの水を積み替えして大きい船、要は三好島止めとって橋家みたいな形でね、連絡せないかんから近づけてキンキン、ほんでこっち来るわけで、それでも港はまだきれいにできんきんね、三好島の南側手のところに船着き場、大きい船着き場つけないかんきんね、で、三好島のところに鳩を作って、まあいたら白水丸とかいう汽船、汽船なんかがこう来るように、新居浜汽船、来れるように、そんなのをつけれるようにしてくるわけ。それで、ルイ・ラロックが、6年新居浜へ来て別紙山で調査して目論見書作るんで、和船に乗って行ったら怖いきん、わしゃ嫌じゃ言うたきん、広瀬彩平が汽船を買うた言うて買いとんは反省物語に広瀬は買いとんよ。だけどあれは嘘なんよ広瀬が書いた時みんなそうだと思って読むけど、白水丸は、ラロックが6年来るけど5年に購入したよ、もうすでに、うん、広瀬が、大阪から東京へ出張する時に、うん、岩崎のつくも商会の船に乗るとかそういう汽船で東京へ出張しよったきんね、まあ、船が便利よねって、ほんで大阪から新居浜行くのも汽船走らせたら俺楽ちんで行けるやいて、ほいで先にこう取ったんや。で後からラロックにかこつけて、ラロックがビビりじゃきんわしがこうてやったみたいに書いたんよ。本当に反省物語には書いたんよ、みんなそれ信用してすんじゃけど、どうもねその後からラロックその目論見書書いた後にね、ラロックは雇ってくれって言うんよ、言うんだけど広瀬は危ないきん雇わん言うきんね、わきん後から反省物語書くきん、ラロック雇わんかったきんね、あいつビビりだきん言うて多分創作したと思うんよ、そこは意図的に、うん、でもあの白水丸買ったのは5年で、ラロック6年だきんね。で白水丸買うた時にまだフランスでラロックをリレンタル社は契約交わしてないんよ、それは嘘じゃいの、今日みんな覚えとってよもうここだけ極秘よ、今日だけほとんどおかしい、やっぱそこじゃん、ここ道路拡張してね、五感工事するでしょ、秋の、秋は観覧の人の住友さんはやっぱり偉いと思うわ、どけよも、これは何の橋ですか、え普通の、ある、だから内屋あろ、はい、内屋からあの、本町通りあるわね、あれからずっと行くのはこの道になるんよ、あだから昭和路なんかできる前よ、はい、で、ここが橋かかってて唯一あれが残ってるんだよね、こうだね、西部の手前からこうね、あの足くっきてこの橋からね、ふわばらい右のとこの方はまだあの住友の工場じゃなかった、電電工場いうのはこれ右かしよりも左にあったんだよ、あの昭和橋の開通の時にね、あのパレードしよる後ろ側でね、大きなこう電電工場が映ったんや、そのとこはここ、ここから左だけ、うん、新居浜町がここの電電工場、今の工場の 南側というの堤防工場に上げて、ほんで東映工場のあそこのと交換してで、この左入ったとこがね、ここが大黒座があったとこ、劇場があったとこ、
今もなんか大きな建物が残ってるの、はい、あれ違うんですか。違う、もうあの分譲住宅にしてしまったんですね。でここで、開港記念日の時とか借り上げしてしよったらしいです、うん、洋画館でね、うん、かなり前まであったんよ、大黒座の後に、ね、うん、建屋があったんよ、ここに。今はもうわからん、大黒座行くまでにはレンコン畑もあったりしてた、ね、うん、もうここら昭和通りあたりはもう老けただけんね、うん、今でいう元塚の交差点の、あ、青果市場の裏やか、レンコン畑だったっけ、うん、営業しとったね、営業してた、営業しとった。ここはね、洋画館でね、映画とか芝居しとった、ね、芝居も昔はね、昔は大黒座ぐらいだから、うん、違う違う、それは山の中に作って、その地図もあるんだけどね、この中でね、金四国海岸両部ヶ浦、両部ヶ浦に、両部ヶ浦いうような地名、両部いたらなんかね、岩でこういうふうに裏側手がこう段階になった、そういう岩があったかも、この地名からして ね、普通はきここらはドバっていうきんね、こう金子川、東川が来たやつと王子川とか合流してね、砂が溜まんじゃったきんね、これを溜まった泥をあの買い出さないかんきんね、これから向こうはドバ、ドバっていうのは川の そこに水が溜まるって、溜まれたらこっち金子川と王子川とか合流したところの合流した中川手同士は溜まるきんね、合流した向こう側手は渦巻いて外へ出るけど、向こうにあったのがこっちで出てきてるの、はあはあ、これのポンプ場を大きく作ったきんね、要は新田地区はね、要は水つからんようになったん、これで川の方全然低いかな、ここに青の海軍さんはここで始めた、青の海軍創業の地、すごく新しいですね、明治の27年ここで、創業開始しました、青の海軍さん、これでこれがね、これがね、もやい、要はね、骨のつなぎ石、まき残っとったんだと思うんですよ。すごいね。すり減ったよね。もやいかけてすり減って丸になった。ちょっと分からんね。角がなくなって。ここまで何がちょっとあんだよ。今日ね。津っていうのは海の港なんよ、なん山水で、こっちが、うん、それは、それは川の港なんだ、中港、あのね、港川なんて、港川なんかいう、あのはね、川の河口部の港はね、川のは港川の港なんよ、どっかこう入江のとことか、天然のあのこう両側から出っ張ってこうえぐれてるような地形のとことか、島の影、例えば大島みたいに島影がね風よけない、2位の大島なんかは風よけで、すごく船が青く入る、この人だけどね、うん、向こう側ではね、水がずーっと落ちてきよるき傘上がったんよ、満潮の時はこの仕切りのとこ濡れたの、あれが満潮時だけね、これで向こう側では今締め切ったきに上から水がついてきて溜まってきよるけど、この辺の手前と向こうとがだいたい95センチ、
分かるんでね、これの御影石が要は抵抗高さ、南海地震で下がった分だけ足したんや。怖いけど足したけどまた足らんきんでこっち足してなる。これでこれで向こうまでだいたいレベルこうってスライドで追っかけていったきんね、この首もとはこれの御影石だけだったんや。ほんとね、もう一つちょっと分からんのだけど、この前のあのタンクがあろう、タンクのとこの石垣ね、斜めに左ずっと下がってきたろ。多分ね、あれは船を引き上げようって後じゃないかと思う。今度ね、大江へ行って、大江のあの入り江があろう、あそこのとこに造船所があるでしょ。造船所の引き上げのスロープ見て、だいたいこの角度。だから多分ここのところに昔は、船を上げて修理するとかなんかでなんか引き上げとったなという痕跡。ほんじゃないとあそこだけ ね、うん、石積みがね。うん、違うだろ。違う。後から引き上げのスロープを塞いだんですよ。なるほど、うん、おー直してます多分ね、コンクリートはないの。これセメンだったらね、しにちゃん、うん、ここまで持たんて、うん、ここまで来たらもう壊れとるわ。あのクラック入ってる、うん、多分ね、これいや、削りやすい砂岩、こういうような砂岩でもね、これここらの石じゃないもん。ここらでこんな石出んきんね。うん、みたいでしょ。海洋業者ですね、はい、今度はこっちの駐車場のところ、はい、これは裏から見てますけどそこのね、ダンロップさん裏から見て黄色いダンロップで変えたの分かる？その右の建屋、あれの向こう側手のスレート屋根のとこが病院、明治の32年に別紙山が水害に遭った時にね、山から降りてきて、明治の34年にここへ病院を建てる、最近あの金子にあの住友病院建てた駅、僕はその金子駅の久保田の界隈じゃギリいつも思いよったんよ。あ、うん、はい、ここはね金子神殿だっけね。あ、はい、ここはそのね川の向こう側って、あの金属鉱山さんとこがある西原とかはあの新居浜町なんよ、うん、で新居浜町はねこれからずっと行ってその科学とか重機のある総開きの磯浦の海岸線は要は、ね、漁師わらじゃきんね、新居浜町な新居浜裏じゃきん、要は主体が漁師じゃきんね、海岸は新居浜町なんや、うん、ほいで金子村はね生まれた百姓、うん、農家の方じゃきんね、入江の中地の方は金子なんや、うん、そこで言ったら今で言う重機とか科学とかあのそれから京電あたり、あのあたりは新居浜町なんだけど、今でいう、篠原さんとか鉄工所があろう、鉄工団地じゃないか、あるところになってくると今度は金子村なん、内陸の方は金子村なん、それでここらは金子兵に、オツはね山で兵はこの前いたら神殿部分、どの境、ここは何だろう、あ、これはね、これはその
病院作るときにここを掘って地上げしたき、それでここを土場よ、土を上げたとこです。これ土取り場よ。最初はね、地図なんか見たらこれ船だまりかと思いよったんや、水路ついてるわけど、これは要はここの要はもう低い木にね、ここの泥を取って上積み上げたんや。それでそのあそこに大きな三角屋根こっち向いて出ようけど、あれがずっとこっち続いてきとって病院になっとった。この界隈で見たらね、この前の駐車場地上げしたろ、うん、向こうの家も下がったろ、要はここの泥を積み上げたんや。下がってる、ここも。ここが、住友銀行の新居浜支店の跡。今は、300人に対して住友からこの鉄道が大体300人で、なんか記念事業が行かないで、山屋さんかな、ケガプ長官がこの建てるときに、その科学もその銀行の建物を置いてるの、その資料館に共有して、それまで物置に近いよ。で開いて、信氏なんかがその襲ってくるから、みんなで守り、要は取り出みたいな作って守らねえから、そんなのを総村っていう。これか、病院は。使ってないね。この海外の人にとってね、銀行をまずバラして、銀行を見つけましたよね、資料館の前があって、資料館の左側手に総開きの碑があって、その前側手に総開きの郵便局で、この一角の左奥ぐらいが、所長宅、ここ総開きビルの右ぐらいのとこが、要はこの一角が、住友公園とか言って木がいっぱいあった写真が出る。でここが、病院で、この病院はね、住友、今はね三井住友建設が持ったんよ。で住友建設時代の本社はこれだったんよ、住建の本社、本社、これ本社使うよ、本社、もともとの本社、明治の16年、今でいうね、めった町の弾頭バーの前から、下あたりで廃業する16年、これ32年の水害で打撃を受けた金融で、出てきて、34年にここで開業するわけ、2年間ちょっとブランクある、でその後病院前の方へ移って、病院前の西側って今の建てて、今度南側ってまた新しいの建てようとしようの、今でいう住友科学のあたりが、名護城の塩田があったところ。名護城って塩田があったの。要はね、名護城っていうのがあったの。11ページにね。だから滝浜塩田よりもね、8年早く心にあったの。
多分ね、地形から来てね、秋葉原塩田になると思うよ。要は海面よりも高いところにある木に塩汲んできて、塩バーッとかけまいて乾かす、うん、で滝浜みたいにその海面より低いところは満潮時に水引っ張ってきて、それで水、まあ、かけるけどね。ここは多分揚げ浜式塩田だと、地形からして。ほんだら結局滝浜塩田みたいに入浜式の大々的なのやったら、もう水汲む、人力で汲む気ね、競争に負ける気ね、それでもうやめる。で、名護っていうのはね、名古屋城と同じように名護という地名は、陸地が海に突き出たとこが名護っていう地名なんです。それでここの大技はね、塩田湯、塩田湯だから塩と上的に小技名は塩田湯。塩はもう昔はもう重要な金ね、やっぱり塩持ってなかったら、自分の人身代謝でも塩がなかったら、山の中だったらね、温泉みたいな塩分を含んどるやつで塩取ったりね、乾かして。それで鹿とか熊みたいなやつはね、ベトと言って、そういう塩分を含んでるとこを舐めに来るんよ。で、その舐めに来たやつは敵同士でもの、そこへ来た時は仲良いそんなとこで殺し合いするよ、自分が生きるか死ぬかだけ。死を舐めるというのは、まあ今で言うたら、ナルトの大塚製薬さんも塩田でポカリスエット、ボンカレーとか、あれも塩から来たきね、あれか化学の方行って食料、食品関係向こうがあって、あ、車来るね。これと、まあ、あっちから掘割が来てると思うの、こっち、病院の前に掘割があったら、あれの続き。全体にここ上げ地になってるのは、道路自身 もう上げていくきね、それよりまだ上がってる、そっち上げ地です。上げ地、この奥の、この奥の交差点、工場前行くとこ、そこがね、これずっと行ったとこが満潮時でマイナス85センチ下がったの、マシの線で。だけど多分ね、満潮時で言うたら、多分ここらが多分満潮時でスレスレだと思う、満潮時で。だけど今の紐を開けて、海水ほったらかしにしとって、バーッと入ったら、この辺がもう水浸し。金水浸し。ここがね、ここが、お堂があったところ、ね、今、住友病院の、ね、横に保育園がある、幼稚園、幼稚園のところにお堂があるのは、元はここだったんや、ここに お堂があって、それが向こうへ、黒岩墓地のところへ移っていって、で、あと空いた木にて、ここ児童公園、ここがね、巻いたらこれの児童公園が、この道のこの辺りがね、要はサスで、そのこう砂地の出っ張った北の旗、そういうところに、ここにお堂があって、小規模だけど、もうついでにもう今で言うこの川、記憶がない、ほら、子供の頃あったけど、あったかね、こんな大きな川あった、これ、割れました、ね、うち公園の木もまた中宮の跡とて何の暑いですね、ごめん。
何の漢字が書いてポンポンポン若宮の後とて何の秋の子ここ、これがね、若宮さんあ、これが若宮さんか言うて、脇に西条からお宮さんが移ってきて、うん、新しいお宮さんが来る若宮です。脇にここは脇に、これのお宮から若宮航空に、それで楠から来た時に楠の木正成伝説があって、金子神殿のハッピーワーキン菊水のハッピーワーキン、楠の木正成にまつわって、うん、だから絶対ね、その人の名前とか、うん、要は土地の名前とか絶対こう言われがあるきんね。だからポツンとここにお宮さんがあるわけじゃないっていうの、うん、でなんでこのお宮さん若宮さんに、うん、だからそういうこう言われがあるっていう、ね、そんなにこう面白い。西条から来たってこと？そうそう。いやほんまはあっちよ、またすぐに死んで向こうにあったの、そのこっち、うん、そうそう、これあの青年クラブのところにあって、うん、で青年クラブって昔の青年クラブって今の自治会館みたいな旧、うん、会所だってね、東京に閉じたところにありますよ。今これが大阪でそういう俳句しよう人と交流があるきんね。でそういうとこの関係で住友文天ミストも俳句で住友さんが持ち込んできてるから俳句の結社なんかも新居浜多いんですよ、うん、田淵さん、森谷さん、青野さん、丸川の海藻店さんやってね、うん、これパッと見たら、あそこで見たんだ、ついじゃないです、うん、思い出さないかんのよ、そうか、これ総開小学校に前流れてきよる川がここへ来てるのか、うん、ねえ、ね、実りを感謝して、春は収穫を祈願して、そう、要は田んぼのあぜ水のところ、あ、これは、うん、それの一番有名なのが宮城キツネ。キツネは春になったらね、山から落ちてきて、子供連れて山に行く。ここで、瀬戸内とか伊予鉄バスは止まって、ここからピーって言ったらパッと通るんです。いや、鉄道はこっちがて、うん、岩佐さんの写真がこれだった。そうそう、あの踏切のここの、うん、これで朝、ぐらーっと散歩しようと写真撮られてる。うん、もう細い道だったと思う、うん、これが使い石だき、これが特定の展開祭、じいさんとばあさんの穴を、うん、でそこに、千住亭って書いてたのは今治の織田市政、本当言うたらね、こっちが正面玄関で、こっから入って、そこから入るのが本当なんや、みんなあの裏口から入るやん、裏口で入学し、家としてやっぱりここずっと歩いて、こっからずっと入ってくる、それは東京とか大阪なんかにその電車で来るスタイルにしてるから、でここらはやっぱり自動車で来るきん、やっぱり駐車場ぐらい飛ぶから、いやいや、新居浜人はもう自動車でしょ、だけど設計自身は要はこっちから入ってきて、要は電車で来て
するようなそういうような都会の設計できるね。ロケーションとしては今入ってくるここにいるのが正しい言い方。みんな普段基本な裏口にいるでしょ。それで平井さんが本社から来てお泊まりとかした。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。